P. カイス・ワンダーランドは、フジテレビにより1998年夏に開催された屋外イベントである。フジテレビ子供番組、ポンキッキーズの単一番組、イベントパビリオンとして、52万人余りの観客を動員した。なお、2005年には、お台場冒険王の枠組み内で、P. カイス・ワンダーランド・イン・ホテル・グランパシフィック・メリディアン、岡田瞳のミニチュアフード年度ワークショップが、 実施されている。開け、ポンキッキより、放映25周年、ポンキッキーズ放映5周年の節目である1998年夏に、フジテレビジョン開局40周年記念事業として、レインボータウン大見旧地区を暫定利用したメイン会場と、フジテレビ本社屋で開催された。テーマソングとして、石井達也が花祭りを制作し、 1998年5月から9月頃にかけてポンキッキーズ番組上でボンダンスを提唱、イベントと並行して全国キャラバンも展開された。また、開催期間中にガチャピンが宇宙ステーションミールに向かったことから、テントステージの P、カイスホール館と定期的なテレビ電話も予定されたが、ミール側とのスケジュールや通信技術の事情で、 会期後半に数回しか行われなかった。このほか、P ・カイスホールでは、毎日複数回のミニコンサートが実施されたり、コニーズタウン、機関車、トーマスなどのアトラクションが設けられた。このイベントでは、フジテレビ本社屋においては、恐竜や自然にまつわる上映会など小規模な内容に泊まっている。イベントが開催された青海急区画は、 将来の売却を目的とした暫定的な土地運用がされており、2003年から2008年の夏季はお台場冒険王などのイベント特設会場とされてきた。その後、2007年に所有者である東京都公安局が土地売却の募集を行った結果、三井不動産、三 k ビル、富士テレビジョン、大和ハウス工業の事業体が応札し、2012年に ダイバーシティ東京として開業した。ありがとうございます。